みんなここら辺に立ててんのか。そう、ここで映してるから。ああ、そっか。そして引っ張れないんだよね。ブンブン、こう。どうでしょう。こういう感じね。いきます。スタート。持ってたよね。ここだけか。そうそう。あ、そうだね。はい、もう始まった。あ、5時半だね。よし、皆さんこんばんは。こんばんは。純国産の日本人でございます。ミラクル相談所の古田ですよ。ねえ、ちょっと月の初めの番組なのでみんな忘れちゃうかもしれませんが、ミラクル相談所古田さんのシャバの賢者の独り言始めますよ。拍手。わー、これ叩いてもしょうがないから音出ないか。よーし、なんかこれがここにあるとなんかいまいちパッとしんねん。うん、これ持って喋るのが好きなんだね。よし、じゃあやりますよ。よし、じゃあ番組の説明文をまず喋るよ。覚えられない月に1回だから掛川の片田舎で悠々自適に来ている賢者こと私古田が人生に迷っている冒険者や村人の皆さんに今お伝えする必要のある、話題を発信し、よりよくより幸せな人生にしていくために役立ててもらおうという番組でございます。月に一遍だから私も覚えられないというね、残念な結果になっております。で、今日はギャラリーさんも少ないのでテンションが低めでございますよ。ちなみに眠いから、私が眠いからきっとテンションが上がってないんだと思うんだけど、頑張る、今日も頑張るよ。で、お題はいつもねその場で決める、その場で決めるスタイルなので、今日は何にしようかなって思っていろいろ考えてはいるのですけど、ね、婚活屋さんも後に控えてるので婚活ネタは酒、お芋を食べる時のおならが出ない方法も酒、何にしようかなって言ったところで、光とか音とかは意識はあるんですか、そういう話。青木さんがね今ね質問してきたんですけど、光や音に意識はあるのか、まあ太郎とか花子とかね、そういう意味だよね、私っていうこの意識があるのかどうかっていうことなんですけど、あります、あるよ。じゃあ虹にも意識がある、あるあるある。なんかなんだろうな、人体でね例えてみると分かりやすいと思うんだけどね、今私ってみんな思ってるじゃないですか、私ってね、うん、私って思ってるけど、その私って思っているものはいろいろなものの集合体でできてるんだよって、まあ大きく見ると臓器とかね、頭、首、腕、足っていう大きいパーツもそうなんだけど、ただじゃあ臓器って言ったものがどういうものでね構成されてるのかって、もっと小さく見ていくと、まあ素粒子って言われるね粒々がギュッってより集まってできてるんだよって。じゃあ素粒子一つ一つ一粒一粒に意識があるのかっていうと、あるんだよ。これねちゃんとチャネリングで話していくとものすごいその粒々とまで話せるんだけど、ただこのね人体を構成している粒々たちはそんなに一人一人は主張はすごく強くない。ただ大きくより集まってくるとそれぞれのまあ意見なんかははっきりしてくる。ただみんなじゃあその粒々も含めてみんなが、まあ同じ意見を持っているところっていうのは自分をより良くしていく、なんか死ぬとかさ滅ぶとか病むとかいう方向に向いていきたいわけじゃなくて、まあ健康に、まあ豊かにとか幸せにっていった方向に一生懸命働こうっていうのはみんな同じ、どの粒々もね、どの大きい粒々も、まあこれも本当に人体で例えてみるとね、例えば傷とかチョンって折っても勝手に治るじゃん、まああんまり大きくなければね。でも大きくても例えばまあその部分をちょっとね修復してるとどんどん腐ってきちゃうから、じゃあまあそこを切って壊死させて、そこはまあ切り捨てるんだけどあと残す、なんかそうやって本当は健やかになるって言った方向に本当は自然になっている。でも人間はちょっとね
物事を難しく考えるからさ、やむ方向に一生懸命頑張っちゃってる人多いんですけどね。ね、ちょっと楽しいでしょ、つぶつぶとも喋れるって。何のテーマにするんだよ。よし、今日のテーマはつぶつぶと喋るのは今終わったので、つぶつぶの話はこれでいいか。聞きたきゃな、賢者のもとに一人で来い。よし、そうね、そうそう、聞きに来てくださいよ。今日のテーマはね、ね、この前、先週か、土曜日の新健康勉強会でね、ちょっと健康勉強会の後いろいろ観光に焼津のね観光にね連れてってもらえるんですけど、まあちょっとね行った先がパワースポットかなって言ったところがあったので、ちょっとパワースポットっていうネタでどうなのかなと。面白い。じゃあパワースポットにするよ、今日のテーマね。パワースカラスが集まる、そう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 、パワースポット、そうそう、すごかったね。びっくりしたよ、あれ。からその集合住宅みたいなのだったよ、そうそう。よし、ということで、ててん、今日の賢者の独り言テーマ、パワースポット、タロボン来てるよ。はい、ということでパワースポットがテーマなんですけど、せっかくなのでね、焼津みんな、焼津にみんなを呼び寄せるためにいい？いい？この前せっかくね、ちょっとね、そこで、まあ、新健康勉強会の後にちょっと連れてってもらった場所がなかなかパワフルな場所なのかなって、まあ一定その、場所なんですけど、国蔵さん、国蔵さん、岩みたいなやつね、山なのか、今度登ろうか、登ろう、登れるかな。だったら途中で帰ってそうそう、国蔵さんがね、なんかね、なかなかの焼津多分あとね、もう一箇所ぐらいパワースポットあるんじゃないかなって。ちょっと地名が分かんないんだけど、うん、海側、うん、またまあきっと健康勉強会参加してればいずれどこかに連れてってもらえると思いますのでね、今回はちょっとじゃあ、 国蔵さんのところにまつわる、まあまつわるっていうかな、あそこのパワースポットがじゃあどうだこうだっていうことはまあどうでもいいんですけど、国蔵さんはちょっと、調べてはいないんですけどね、文献とか調べたわけじゃないんですけど、チャネリングでね確認をすると、空海が関与していたんではないかって言ったところね。あのね、空海が、ちょっとね噛んでいるところはね、行くとものすごく、尻を叩かれるけど、上に登っていきたい人、向上させたいとかね、高みを目指したいって言った人はものすごく追い風になるので、まあさらっと空海が噛んでいるところに行きたいって言った人は、そういうなんだろうな、内面的にやっぱり上に行きたいなとか、そういった気持ちが芽生えてたりとか、そういう状況に置かれていたりって言った人が多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、この前言ったのはね、どっちかというとそういう意味ではなくね、青木さんがアクションカメラを試したいとか、それで遊びたいって言った風だったので、あんまパワースポット巡りをしたいっていうわけじゃなかったんですよ。ただやっぱりね、で海側からね、国蔵さんちょっと見たんだけど、ものすごいね、見えないプレッシャーっていうのはかかる。分かった？全然そうそう、別に分かる分からないは別として、ただそういうプレッシャーが出てる、発信されているって言ったのはね、受ける受信側が気づく気づかないに関わらず影響は受けてるので、もし青木さんね、あそこ好きだったら、最近立て続けに行ってる、ね、たまに出てくるもんね、マキちゃんとね自転車で行ったとかね、あるので、まあ青木さんとかはね、まあ焼津テレビをこうしていきたいって言ったのなんかは、やっぱ上昇志向が、まあ、以前に比べて強くなっているのかなって言ったとこは推測できるね、というちょっと焼津の、じゃあ乗ったもんいいじゃん、
だから、ね、青木さん筋トレしてからじゃないと登れない。実はしてるんですよ。知っている。うん、さっきもそこでちょっと足やっ た,、うん、っ やってた。あ、じゃあ、次次回ちょっとじゃあ登って、こっちにわきにやってたね。そう、じゃあちょっと青木さん国蔵さんに登るように今筋トレ中ですのでね。ね、でもまあ一緒に同行したらね、ちょっと面白いスポットなんかはね説明できますので、説明ミラクルな説明が。そうでしょ、ツアーとか全然できるんだよ、霊的なところ。アリ地獄見つけに行ってきて。青木さんが？アリ地獄いるだよ。うん。このシャッてやるやつ、シャッて。やべえやつじゃん。そう、あの神社の下に、縁の下にいるんだよ。そう、ちょっとまあ今度またそこ国蔵さんはきっと登ると思いますのでね、お楽しみで。ね、もっとそう、もっと本当はいろいろ面白いものがあるんだけど、ちょっとね、あそこに住まわってる見えないものなんかは空海が OK を出さないと話してくれない人たちなので、まあね、あとなんかね、その場に来いって言われる。外からお話しするんじゃなくてね、自分たちのこと知りたいんだったらその場に来てって、外からね、ちょんってつまむようにね、簡単に情報を取るなってっていう感じ。ちょっとなんか、なんだろう、厳しい。わざわざ来いと。そうそう、ね、知りたいんだったら来いと。いらっしゃい。そう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 。っていうとこなので、青木さん元気に、ね、今よりもっとパワフルになったら登りに参りますのでね。毎日登らない。あね、っていうことなんです。で、まあね、パワースポットってね、各地に言われのあるというか、なんだろうな、まあこういうね、商売の人がね、あそこがいいよとか、ここはこういう作用があるよとか、効果効能がありますと言ったことを歌っておりまするが、うん、うーんとね、そうだな、ちょっとなんかちょっとざっくりディスりますけどね、ディスりますけどね、ざっくりですね、ざっくり言いますけど、有名な神社とかお寺に効果効能があると思うなよ、っていうのを言いたい。そうだよね。うん。ね。そう思う。そう。なんかね、ちょっとこれも見えない方の動きがあったからそう変わってしまったって言ったところもあるんだけど、2015年からやっぱりそういうね、各地にある寺社、お寺とか神社って言ったところの霊的な作用っていうのがガラリと変わってますって、ね、なんかやっぱりね、あの行かなくなった、もしくはその辺りから突然行き始めたって言った人とかね、いろいろあると思うんですよ、変化が起きてるから見えないところで、ね、だけどまあなんだろうな、まあ、有名どころだから大丈夫だよねとか、そういうのあると思うんですよ。大きな神社だとかね、まあ日本で言うとね、とかさ、あっちの方とかさ、こっちの方とかさ、いろいろあると思うんだけど、昔は神様、人間が神様って呼ぶような人たちっていたんだよ、そこにね。でもちょっと2015年以降、もうなんだろうな、契約が終わった。地球に対する、人間に対する影響を及ぼしてもいいよっていう契約が終わってしまったので、もう仕事してないんだよね、ぶっちゃけね。これ多分ね、感覚が鋭い人とかはちゃんと分かってると思う、変化をね。昔は良かったところが今はなんだろうな、昔神域だった、例えばね、キレキレで行けば、ただ行っただけで、鳥をくぐっただけで、まあ、体とか心とか、まあ、霊的な自分のね、人間の霊的な部分がきれいきれいに自動的にされていた場所っていうのは何か所かあった、昔ね、大きなところなんか特にそういう作用が大きかったんだけど、2015年以降は逆に作用がね、逆になってる。今ね、あの2015年以降神社に行き気持ちいいって言ってる人たち、ちょっとおかしいって思ってよ。あのね、声だめみたいになってる、本当に汚い。なんか多分ね、神社の神職の人たちも霊的な、お仕事
結界を張るとか、まあなんかをきれいきれいにする、見えない意味でのきれいきれいにするって言ったことができる人たちって本当に少なくて、行くと分かるんだけどね、あの祝詞あげるとかね、いろいろ、まあ、太鼓叩いたりとか、まあ、巫女さんが舞い舞ってくれたりとか、ああいうの本当に本当はちゃんとできてたらすごい綺麗になる作用なんだけど、意味が分からずやっているとか、あとは神職の人たちが結局は自分自身を幸せにできてない、綺麗にできてない、だからまあ、浄化させるっていう作用なんかはどんなに手順を踏んだとしてもできない、ね、だからね、パワースポット、特に寺社に行って気持ちよくなっちゃってる人たちは声だめの中で気持ちいいって言ってるのと一緒だから、ね、自分と似たものっていうのは心地よいんだよだと思うんだよね。どっちが綺麗がいいとか、ね、汚いが悪いっていうわけじゃなくて、綺麗なところに汚いものが入っていくとどっちも居心地が悪い、その反対ももちろんしかりで、まあ今そうやってパワースポット、特に、まあ、神社、大きな神社、大きなお寺って言ってるところなんかは、神域ではなくなってしまってるので、気持ちよさって言ったのが声だめの中に突入して気持ちいいって言ってるのと一緒だからねっていうのは一応覚えといてね、自分の状態が声だめの状態と一緒だから気持ちいいっていうとこわかるね。声だめの中で気持ちってね、結構ね笑えると思うんだけど、でもね、私もね今でこそ賢者になってよ、そういったこといろいろわかるからさ、言えることだし、まあ、自分をいい状態に整えるって言ったことを常にやってるので、ね、まあ、そういった声だめのとこに行くと、ああキモいってなるんだけど昔はね、ちゃんと血迷ってね、困ったなって、自分の生き方定まらないわって、いろんなことうまくいかなくて、自分だったり誰かや何かのせいにいっぱいしてきてた時っていうのは、やっぱりね、そういう声だめ系のね、あのエネルギーが噴出してるところがやっぱ気持ちよかった。これもちょっとまあね、パワースポットって言われているようなところに当たるんだけど、ちょっと愛知の方にねある、まあ滝どことは言いませんよ、滝ね、そう、本当に何年も前だね、何年も前に行った時っていうのはすごい気持ちよかった、もうずっとそこ住んでもいいんじゃないかなって思えるぐらいの気持ちよさで、帰るのもちょっと惜しいって思ってたんだけど、まあチャネリングっていう技術をね、ちゃんとまあ習得し、自分で見えないものたち、まあ見えるものとも含めてお話をできるようになった時に、まあその滝にね2度目に行った時にもうそれができるようになってたので、実際にちょっと話してみた、ここから出てるエネルギーって何って言ったら、あ、地球のうんちだとうん、いらないもの、地球のいらないものが噴出してるんだよって、まあ、そのエネルギーと、ね、もう2回目に行った時は合わなくなったので違和感を感じたからね、そうやって聞いてみたらうんちだったと。でも1回目に行った時は、はーんって、なんてすごい気持ちいいってなってたからね、それは出てるものが変わったわけじゃない、うん、ではない、うんちは変わらないけどっていうこと、そうそう、うんちは変わらないけど自分がちょっとね異物になったので、そう、うんち仲間ではなくなり、ちょっとねうんちから脱出してたのでね、ちょっとなんかこうキモってなってしまって、まあ何ね、すごい印象が良かった、まあ、場所ではあったんだけど、好きではなくなり、足も遠のきっていう感じになったね。だからまあ自然に足が遠のいてるところ、まあもしくはその逆でなんか行きたいってなってるとこね、青木さんが最近国蔵さんが気になるスポットですよっていうのと一緒で、まあ自分の状態がね、そこの場所だったり何かと会う、もしくは会い始めるとやっぱ注意が向く、気になっちゃうっていう風になっちゃうんだよね。無意識のうちに感じてたってことですか。そうなの、なんか本当は人間ってみんなね、そうやって感知はしてる、
ね、自分でそれが詳しく何っていうのは分かってないんだけど、でも無意識にそうやってふわーって、まあ、吸い寄せられる、まあ、引き寄せって言うけど自分が向かっていってるからね、引き寄せられてるんだよね自分の方がね。そうそう、行っちゃうのね。だからね、まあ、その場所が何なのかとかね、言った言われなんかは分かるともちろんいいですけど、分かんなくても、まあ、自分の調子がどうなのか、ね、自分の体とか心の調子が、まあ、冷静にね、事実として見た時、客観視した時に、まあ、健やかかな、ね、いい食住って言った人間がね、生活していくのに当たり前の部分、土台の部分っていうのがガタガタしてないかなって言ったところ、そのあたりがね、ごちゃごちゃしてきてるとやっぱり、まあ、うんちの方に近寄っているとなるし、そういうとこが整えば整うほどうんちのところから遠ざかる。だから一つのバロメーターとしてはね、パワースポットのなんか効力にあやかるっていうのもいいんだけど、どっちにしろいい方も悪い方も後押ししてくれちゃうのでまず自分の状態がね、今客観視して、まあね、自分のことだと査定がどうしても甘くなるしね、いや私は元気だよとか、いや私は幸せだよって思いたいのは分かるんだけど、事実としてどうかなって言ったところをしっかりね、あの見た上で、でじゃあそこに行きたいって思う場所、ここの人たちとつるみたいって思う人たち、空間なんかを、まあ、よく見てみると、ああ自分と似てるのかな、まあね、そこの人たちとか場所を見るとやっぱ荒れてる状態っていうのが、まあちらほら見えてくるかなって思うのでね、まあ、自分の状態よく見えないっていう人はお外の状態を見てもらって、自分が興味の向くものなんかをね見てもらえると、自分の状態も人の振り見て我が振り直せのようによく見えてくるということなんでございますよ。いい？だからパワースポットって言われてるところは決して人間都合でいいっていう場所じゃないんだよっていうことだけね、勝手にあやかりたい人たち行っていいんだけど、うんちみたいなとこばっかりになっちゃってるから、どうせだったら自分を自分で一番いい状態に仕立て上げておいて、いつでも神社とかお寺とかパワースポットにね行ってるようないい状態を自分で保てるようになってれば、どこに行かなくてもいつも今ここでキレイキレイで健やかでいられますよっていうことなんです、というのを言いたくて今日はパワースポットにしましたねー。わーい、だから国蔵さんはまた登りに来るからね、空海が国蔵さんに何を、秘密のね仕組みがちょっとね 2,3 あるようなので、それをねちょっと見に行きたい私、秘密の仕組み、うん、まだ解放とかはねできないんだけど、ちょっと楽しそうなので、あるよ、仕掛けもあるの。そうだから焼津ね結構面白い、そういうスポットというかね、重要な歴史的にもね、横青木さんがね焼津こういう場所だよっていうのを教えてくれるけど、まあそういうのがあってしかるべき場所なのかなっていう感じはするので、ぜひぜひ、焼津来て。奥田さんツアーいつですか？いつしますか？ちょっともうさ、もう時間だからもう時間だからね、青木さんたちはちょっと待って、はい、もうとにかく次の番組の紹介をしないといけないのだからね、ちょっとまだもう54分だから早くしないといけないそう、もう時間だからすぐやめちゃいますけど、パワースポットをお気をつけていくんだったらね、ということで、時間になったので今日はこの辺りで、18時から次のね時間の番組ですけど、婚活ズバッとさんになりますので、ズバッとやっちまってください、お願いします。で、私の番組次回は12月4日火曜日17時30分からになりますので、よろしくお願いします。ということで、この後も面白いが大好きな人たちが面白い番組を提供していきますので、ぜひぜひチャンネルそのままでよろしくお願いします。はい、では今日はどうもありがとうございました。さようなら。